どうも。お、見れてるかな。来た来た来た。聞こえてますか皆さん。どうも。もしもし、ヤッホー、こんばんは。聞こえてますか。お待たせいたしました。19時半になったので始めたいと思います。皆さんどうもこんにちは、伊藤健太郎です。インスタライブが昨年末以来のになるのかな。ちょっとお久しぶりということでね、おい、皆さんいっぱい送ってくれてますね。ヤッホーこんばんはと、どっかで皆さんのコメント拾ったりする時間も作りたいなと思ってますので、このコメントの方にね、こういっぱいバーって出てるコメントの方に質問とか聞きたいこととかバーって書いてくれたら、なるべく拾えるだけ拾いたいなと思ってますので、書いていただけたら嬉しいなと思っております。さあさあさあ、それではインスタライブ始めていきましょうか。なんで今回インスタライブなのかなっていうところなんですけれども、最後まで見ていただけたらわかるんじゃないかなと、前もって言ってる部分もありますけれどもね。はい、そして前回のあのインスタライブの時に僕が出演した作品の中で、皆さんどの作品が好きなのかなっていうのを教えてくださいって聞いたままになってたので、ちょっとその結果だけ1位から5位まで紹介したいなと思っております。本当ね、皆さんおよそ1000件ぐらいかいろんなこう送ってくださって、それの、ランキングを紹介したいと思います。じゃあまず5位から。5位はですね、同率というかタイというか一緒だったんですけど、十二人を着た悪魔とスカーレットが38票ということで、川原武史と伊藤雷です ね。あ、スカーレットと十二人がそうなんだ。なんかこれすごい面白いですよね。自分でも、あ、意外とみんなこうなんだっていうのが。そして第3位、東京ラブストーリー、中尾寛治59票ということでね。東京ラブストーリーも皆さんね、結構見たよって言ってくれる方々が多かったので非常に嬉しいですね。そして第2位、今日から俺は伊藤慎二73票ということで、やっぱね、未だにこう外で声をかけていただくと、今日から俺はっていう風に言っていただくことが非常に多いのですごく嬉しいですね。そして第1位、もうこれは圧倒的でした。びっくりするぐらい圧倒的な数字なんですけど、皆さん多分お分かりかなとは思いますけれども、第1位、アシガール若君ですね、萩久八郎忠之を355票。圧倒的ですね。やっぱ足ガールでこう自分のことを知ってくださったりとか、ファンになって、くださった方々がたくさんいらっしゃるのも、僕もよくいろんなところで見たりもするので、声を聞いたりとかね、これは僕も足ガールかな、足ガールか強烈かなと思ってたので、1位2位が足ガール強烈ということで、ね、皆さん本当いろいろ送ってくださってありがとうございます。こんなにたくさん送ってくる、本当ね、もっといろいろ紹介したかったんですけど、1位から5位以下も、でもちょっといろいろこう、ほぼほぼ1位から5位までは間違いないということで、ちょっとね、1位から5位までを紹介させていただきました。皆さんの予想は合ってたでしょうか。僕は合ってましたね、割と。はい。そして、いよいよ今週、6月3日に冬装備が公開されます。そうだ、それでその冬装備が公開されるという公開記念ということで、先日5月28日にトリパス秋葉原 UDX シアターにてデメキン悪の花十二人を着た悪魔が上映され、舞台挨拶をさせていただきました。僕ね、来てくださった方と今見てくれてる方々でいるかな。そう、ね、デメキンとか、だから過去に自分がやらせていただいた作品をまたああいう形で、舞台挨拶というか皆さんにスクリーンで見ていただけるっていうのは非常にやっぱ嬉しいですよね。映画をこう作ってる身としては、こうなるべくね、映画館の音響もちゃんと整ってる場所で大きいスクリーンで、見ていただきたいっていう思いがすごくあるので、なんかあれをまたスクリーンでやれたのはすごく嬉しかったし、舞台挨拶でね、その当時のお話をできたことも嬉しかったし、それでいうとデメキンの舞台挨拶の時に、あれ、デメキンのプロデューサーの方がわざわざ来てくださって、で本当ね、僕もいろんな作品でお世話になっている方で、もう
当時こそそうですけどお父さんみたいな感じの方だったので、すっごい久しぶりにお会いできて、なんか懐かしい気分になったりとかして、僕もね改めてデメキン、まあデメキン含め、悪の花十二人もそうですけれども、まあ、僕も大好きな大事な大事な作品ですので、また見たいなと僕も、思いましたね。そして冬装備が6月3日に公開されるんですけど、あのねすごいドキドキやっぱするんですよ。どういう風に皆さんが受け取ってくれるのかなとか、いろんな捉え方ができる作品だし、あんまちょっと僕こうやってずっと喋ってるとどん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 冬装備のネタバレしそうなのであんまり喋らないようにしないと怒られちゃうのでね、あれなんですけど、いやでもね見てほしいな、本当にすごく頑張りました、うん、なので皆さんにその気持ちが届いたら僕は嬉しいなと思ってますので、6月3日公開したらぜひぜひ、劇場の方に足を運んでいただけたらなと思っております。そしてですね、あの6月3日に公開されるんですけど、公開された週のその週の土日にあの皆さんなるべくこう見ていただけるとありがたいなというか、あのもしあの見たいなって思ってる方々がいてくださったら、やっぱどこで見に行こうかなって迷ってたら、その週の土日に見に行っていただけたらあの嬉しいなというか、ちょっとねすごくそこが大事な日らしいんですよなのでその公開された週の土日に見に行っていただけると僕はすごく嬉しいなと思ってますので、僕もその週の土日の映画館に、どこかの映画館に行こうかな行かないかなわかんないですけど、見かけたらそっと見守ってあげてください仕事入ってたかな俺4日は仕事わかんないか、ちょあのスケジュールが空いてたら行きたいなと思ってますので、あのね見かけたらそっと見守ってください。はい、そしてあそうだ、あのまたこれも新しい情報というか、まあ冬装備もそうですけれども、5月27日にショートフィルムフェスティバルのオフィシャルクロージングイベントとしてオンライントークイベントを開催することになりました。5月27ちょっと待ってくださいね。今日ねこう急にインスタライブやろうってなったら結構こうバタバタってなってたんで、まあいつも通りこうケンタロウ流というかね見ていただけたら嬉しいなと思っております。5月27日に情報が解禁しましたけれども、あのショートショートフィルムフェスティバルのオフィシャルクロージングイベントとしてオンライントークイベントを開催させていただくことになりまして、去年の6月30日にゴロンドリナスというファンクラブができまして、ゴロンドリナスジャーナルという開放書を作ってるんですけれども、今年の6月30日に発行するボリューム2にはなんと本当台本からもういろんな部分、本当最初から僕も関わらさせていただきましたけれども、あのショートムービーおかえりなさいっていう作品を、作らせていただくことになりまして、あ作らせてというか、まあ、でき完成したんですけれども、まあ、それをショートショートフィルムフェスティバルで皆様にこう披露させていただけることができるということで、すごくね寒いところで、僕が前インスタも僕のインスタ見てくださってる方々いらっしゃったら、昔がちょっと前に貝の汁を飲んでる投稿したと思うんですけど、それはこのお帰りなさいの撮影で行ってて、すごい吹雪のもうホワイトアウトっていうのがトレンドに入ってたぐらいの日に行かせていただいたので、すごい大変な撮影ではあったんですけど、とんでもなく僕は素晴らしいものができたんじゃないかなって、本当協力してくださった方々のおかげでねできたんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん見ていただけたらなと思うんですけれども、そのおかえりなさいの DVD が入ってるゴロンドリナスジャーナルボリューム2っていうのが、あさっての6月1日以降で入会更新していただける方にはその DVD がついたジャーナル2が届くみたいですので、ぜひ興味がある方はチェックしていただけたらなと思うんですけど、僕も話しながら6月1日以降にとかちょっと分からなくなっちゃう部分もあるし、ちゃんと伝わったか分からない部分もありますので、僕のその
FC サイト、ファンクラブサイトだったりとか SNS とかをチェックしていただけたら、まあ、分かりやすく説明が書いてあると思いますので、そちらをチェックして見ていただけたら嬉しいなと思っております。そしてそうだ、でこの短編のおかえりなさいを作っている時に、ショートショートフィルムフェスティバルの別所哲也さんとご縁があって、オンラインイベントのお話をいただきまして、監督と、監督の千村さんとトークショーを僕一緒にさせていただくことになりましたので、作品のお話、いろんなお話をそこでもしたいなと思っておりますので、ぜひね、楽しみに待っていただけたらなと思います。ちょっとごめんなさい、バーって喋っちゃったんで、こんがらがってる方もいらっしゃると思いますけれども、先ほどもお伝えしましたけれども、僕の口の説明より多分 SNS だったりFC のサイトを見ていただけた方が分かりやすいかなと思いますので、ぜひねそちらをチェックしていただけたら、嬉しいなと思っております。さあちょっとコメントの方も読んでいきたいなと思います。なんか皆さん、このなんか話したいことありませんどうだろうね。あ、そう、髪型ランラン06193、今の健太郎くんの髪もちょっとすっきりして、完成披露の時にちょっとすっきりしたいなと思って切ったんですよ。パーマもねだいぶなくなって、うん、結構こんな感じに今は仕上がってますお風呂上がりですか、ご名答、お風呂上がりですそうそう、お風呂さっきちょっとパッと入ってきたんでこんな感じなんですよ。もうだって今もう19時、皆さん何してるんですか、お家かな、あれ今日って月曜ですよね、お家にもうそろそろみんな部活終わって帰ってきたり、仕事終わって帰ってきたり、いろいろ皆さんしてる最中なんですかね。もうすぐ誕生日だね。そうですね、もう今月誕生日ですね、25歳になります25か、まだ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 が緊張ですね。頑張っていきますよ、今年も来年も。はい、健太たまちゃんさん、健太郎くんがこんがらがってんじゃないの、私たちファンの方が詳しいよ。いやね、ほんとそうなんですよ、よく思うんだけど、明日のスケジュールとか、例えばじゃあベガルタ仙台さんの地球式にお邪魔させていただくとか、まあ、皆さんが前もって知ってる情報の時とかは、僕ネットとかで、あ、明日俺ここ行くんだとか、あの日俺あそこ行くんだみたいなのを、結構皆さんのこの発信のおかげでスケジュール把握してる部分も結構あったりとかして、そうそう、だから皆さんありがとうございますケンケン夜ご飯食べた、食べてないっすね、まだ。何食べよっか、みんな今日夜ご飯何食べたの、何食べよっかな。最近でもね、あれなんだっけ、辛いものにまたやっぱハマってて、そんなすごい強いわけ、まあ結構強い方だと思うんですけど、ちょっとあれ辛いものにずっとハマってて、結構ね辛いもの食べてない、スンドゥブとか頼んで食べたりとか、うん、結構してますね。今日も辛いもの食べ、スンドゥブ作っちゃおうかな。ね、マネージャーさんからすごいいい出汁をいただいたので、それを使ってスンドゥブ作ってみようかなと思っております。今日何時までインスタライブしてくれますか。20時までです。なので残り15分ぐらいですね、やっていきますよ、20時まで。で、まあ、20時までやるんですけど、まあ、先ほどもちょっとお話しさせてもらいましたけれども、ゴロンドリナスというファンクラブがあるんですけど、まあ、そこでは、まあ、いろんな僕の、出演する作品の、お知らせだったりとか、まあ、動画とかブログとかグッズ販売だとか、まあ、いろいろあるんですけど、その中の一つで、まあ、僕ずっとこう大好きなコンテンツの一つでラジオっていうものがあるんですけど、まあ、その子守唄っていうラジオのコーナーがあるんですよ、そのファンクラブの中で。でその子守唄を毎週月曜日に流し、8時ぐらいかにこう配信してるんですけど、今日はこのインスタライブが終わった後にその生配信を初めてね
そのファンクラブの中でいつも収録でお家で撮って、やったりしてるんですけど、そう今日はちょっと生配信で、ん？匠が見てるぞってどういうこと？匠が見てんの？ガチ？え？見てんのかな？まさか？じゃないよね。すいません。はい。そんで、子守歌、何の話したっけ？子守歌をこのインスタライブの後に、ちょっと生配信でやらせていただきたいなと思ってますので、そっちももし皆さん聞いていただける方々がいらっしゃったら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。さあちょっとコメントの方も、あそうで、その子守歌っていうのはのラジオはファンクラブの中に入ってくださっている方々が聞けるのとなっておりますので、入ってくださっている方々はぜひこのまま、引き続きね、見ていただけたらなと、聞いていただけたらなと思います。北村匠海くん見てるよって、マジで匠、これどうなって、畠山先生見てくれてんだ。あ、皆さん見てくれてんですね、嬉しいな久しぶりやね匠ありがとう、毎日寝る前に聞いてるよと、聞いてくれてんですね、嬉しい。お、誕生日の人がいますね、おめでとうございます。さあさあさあ、すごいいっぱいみんな、そう畠山先生も個展をやられてたんですよね最近、僕もちょっと見に行かせていただきまして、やっぱ素敵ですね先生の陶芸。そうだから僕も陶芸やっぱまたちょっとしばらくやってないのでやりたいなとは思ってるんですけど、ちょっとなんか作りたいな、何作ろっかな、まあ、お皿やっぱね、自分もお皿いろいろ作らせてもらってたんで、こう先生の作品を改めて見させてもらうとすごいやっぱね、自分の、レベルはさすがだなというか、もうこんなこと言うのもね、あれですけど、自分が言うのもおこがましいですけど、先生の個展素敵ですよ。皆さんもなんか機会があったらね、作ったりだとか、なんか陶芸に触れてみる時間があっても、うん、いいんじゃないかなとは思ってますね。ちょっと最近ね、そういうなんかこうものづくりというか、映画ももちろんそうですけど、絵を描いたりだとか陶芸だったりだとか、まあいろいろこう、まあ、アートというかね、いろいろありますけれども、なんかいろいろ作品作りしていきたいなと思うんですよね、はい、そうだこれ忘れてた、ゴロンドリナスジャーナル2の中身はちょっとお見せできないんですけど、まあ、ちょっとだけお見せします。これなんですよ、ちょっとこれまだで完成したものじゃないんですけど、これ、はい、これ、あ、そうなんですよ。うわー、これすっごい僕ね自信あるんですよ今回のこのやつ、こんな感じ。この写真ね、中に書いてある、は、中の写真たち、めちゃめちゃいい。もう最高なんですよ。僕が好きなテイストというか、ちょっとアメカジな感じ、僕大好きじゃないですか、大好きなんですけど、もうねこれは早くみんなに見てもらいたい。またちょっと今までとは違う自分の感じなんじゃないかなとも思いますし、なんかね、でさらにこうなんだろう、写真だけじゃなくて写真集っていう感じじゃないんですよ。どっちかというとなんかこう読み応えのある本というか、まあ、解放誌みたいな感じなので、もちろん写真かっこいいファッションシュートみたいなのもやらせてもらいましたけど、いろんな方との対談みたいなものだったりとか、そのおかえりなさいを撮ってる時の様子だったりとか、ほんと盛りだくさんね、いろんな、ところが載ってるので、結構ねなんかなんだろう、地方にテーマがあれなんですよ、
旅、旅がテーマで、ジャーニーって旅がテーマなので、なんかこれを見てあそこ行きたいな、ここ行きたいなみたいな風に思ってもらえたら嬉しいなっていうのがあるので、ぜひちょっとこれ楽しみにしていただきたいですね。この時のジャーナル、これボリューム2、これですよ、ぜひね。で、そうだ、でこれをゲットする、ゲットするってなんかあれなんですけど、これが届くのはその FC サイトに、だからこれが6月1日以降に、更新していただいたり入っていただいたりした方々には届くようになってるみたいですので、もし興味があればちょっとそう、これをゲットしていただけたら、僕も本当見てもらいたい、本当に最高な出来になってると思いますので、見ていただきたいですね。これこんな感じ、ちょっと本当楽しいこといっぱいしたものが詰まってる作品なので、見せたいな、ダメかめちゃめちゃ見せたいけど、そう、皆さんに楽しんでもらえるものを考えて作らせていただきましたので、ね、見ていただけたら嬉しいですね。ケンタロウさんの一番好きなページだけ見せてほしい。ダメなんだよねこれ今ね、後ろの方で大人の人たちがってやってるから本当はね見せたいんですけどもね、これがもしこう皆さんにの手元に届くようになった時には、皆さんと一緒にこう共有できたら嬉しいなと思いますけれども、はい。ケンタロウくんが初恋の相手な8歳の娘もファンクラブありますか？かわいい、嬉しいな。入れるっちゃ入れると思うんですけど、ちょっとまだ8歳だったら、トイザラスに使いましょうさあ、となんだ、みんなバーって送ってくれますね、ありがとうございます。すごい早くてあんまちゃんと拾えてないけど、ちゃんと見れてはいますのでね。九州来てよ、九州ね行きたいですよ。なんか冬装備のイベントとかで行けたらいいなと思うんですけど、まだまだねちょっとそういう予定はないので、ね、もし行けたらいいなと思いますけれども、ほうほうほう、あ、そうだ、で冬装備の舞台挨拶情報というか、6月3日は新宿ピカデリー、金曜日は新宿ピカデリー、で6月5日日曜日は関東近郊舞台挨拶、そして6月11日土曜日は名古屋、京都、大阪、神戸に、舞台挨拶行きたいなと思っており、行かせていただきますので、ぜひ皆さん来てくださる方々はそこでお会いできる日を楽しみに待っていただけたらなと思っておりますね。はい、結構行きますね。関東近郊は僕、あ、そっか、あ、違う違う違う、名古屋、京都、大阪だ、名古屋、京都、大阪、神戸は行くので、もうちょっとね、九州の方、四国の方いろいろあるので、もし行けたら行きたいなと思っております。ほっぺた赤いのお風呂上がりだからですか？多分そうですすごいね、みんな、みんなご飯食べました？これからかな、これからご飯食べるのかな。僕はもうちょっとこの後ラジオやるので、ラジオもねいつもは10分15分ぐらいなんですよ。でも今日はちょっと倍の30分ぐらいできたらいいなと思ってるので、皆さんが送ってくれるメールとかもたくさんあるのでね、ちょっとそれも紹介しつつ30分お話ししたいなと思っております。セブンスリー、おお、すごい、そっか、じゃあもうそう、いい時間ですもんね。そろそろ子守唄はね映像ないんですよ、その声だけのあれなので、ちょっとそろそろラジオの方もやっていきたいなと思ってるんですけれども、少しだけちょっとラジオの感じを皆さんにお届けできたらいいかなと思うので、まあ、あと5分ぐらいですけれども、ちょっとダブらせてもいいのかなね、ちょっとやってみましょうか。なのでちょっとラジオの準備を
していきたいなと思うんですけれども、これでいいですか。こんな感じで撮ってるといつもこのこういう感じでねどうですか。よいしょ。今からメール送って、いやいいですよ、もちろん送ってください。ほうほう、すごいみんな太郎ちゃんおでこ見せて、はい今日ロコモ、あ、ロコモコ丼いいな、ロコモコ丼いいな。僕ね、あれだ、ハマってたの、タコライス、タコライスすごい好きなんですよ。お、じゃあちょっとラジオの準備が整ってきたということなので、やっていきましょうかね。これはどうすればいいんだ。じゃあちょっとラジオの準備が整ったということですので、でマイク遠いよね、これじゃあ。ちょっと引き気味ではいますけど、どう、こう変だよね、こんな引くと。これぐらい、これぐらいかな。じゃあもう手で持っちゃおうかな。じゃあちょっとだけその子守歌の様子を皆様にお届けしつつ、インスタライブとはバイバイしていく感じにしようかなと思うんですけれども、ちょっと待って、まずその子守歌のメールがなくなっちゃった。どこやったっけ。っていうかまだかちょっと先走っちゃったら、まだ3分ぐらいありますね。なんか皆さんありませんありませんっていうのも変だよね。うわ懐かしい、チキン南蛮丼ね、やってましたね、チキン南蛮丼。だから僕が前ラジオやらせていただいた時に、チキン南蛮丼っていうその響きがすごく好きで、それでね、連呼してたっていうのを今その時見てくださってた方々かな。両方聞くのめっちゃむずい。そうだよね、両方聞くのむずいですよね。だからラジオが始まったタイミングで少ししたらこのインスタライブはバイバイっていう感じなので、ちょっと両方っていうか、そっか、でも携帯で見てるからみんな切り替えるので、ちょっとあれか、誤差はあるかもしれないですね。まあなるべくちょっと待ってますので、皆さんこっちに来てくれるまで、楽しみにしてもらえたらなと思いますし、あとこのインスタライブアーカイブも残せるみたいですので、だからこれ僕はこれをオフしてアーカイブ残すボタンをピッて押さないとみんなが怒られるっていうことですね OK です、 OK です、見てたらピースピース。だからアーカイブ残すので、そのアーカイブも見ていただけたら嬉しいなと思っております。でラジオを聞かれる方はもうあと1分2分でこっちのインスタライブ終わってしまうので、切り替えてラジオの方に切り替えて見ていただけたらなと思っております。どうでした皆さん、今日のインスタライブ大丈夫かな。こんな感じであんまりね、インスタライブみたいなのも一人でやるのも慣れてないっちゃ慣れてないのでね、大丈夫かなと思うんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。大丈夫かなラジオに瞬間移動、FC 今入ったら得点は、でも本当いろんな楽しい情報もそうですけど、僕がデザインしたものみたいなのもあったりするので、なんか皆さんに普段使いできるようなものがいいなと思って作らせていただいてるので、このねマグカップもそうなんですよ。ちょっとグレープジュース入ってますよ。なのでチェックしていただけたら嬉しいなとは思っております。さあ20時になりましたので、子守歌の方に移行していきたいと思います。
ちょっとね、スマートにピッピッってちゃんと映れるかわかんないですけれども、まあそれはケンタロウ流ということで見ていただけたらなと思っております。それではとりあえずね、まずインスタライブをここまで見てくださった皆さんありがとうございました。ここからは子守唄に移りたいと思います。改めまして皆さんこんばんは、伊藤健太郎の子守唄の時間となってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、天気もよく、いつもこの天気のトークから、開始しているということで、今日もめちゃめちゃ天気が良くて散歩日和、外に行くいい日になってたんじゃないかなと思いますね。そしてこれ、このラジオ、子守唄のラジオ、インスタライブからつながってまして、そこから見てくださったり聞いてくださっている方々も今いらっしゃるのかなと思いますし、ちょっとこの移行するのに時間かかっている方々がいらっしゃるかなと思うので、ちょっとこっちで待ちつつ、今もまだね、インスタの方ともつながってたりするので、ちょっとインスタライブの方とはここでバイバイかなと思っております。まあ、ちょっとだからここでインスタライブとはバイバイしますね。じゃあちょっとここで見てくださった方々、皆さんありがとうございました。またインスタライブどこかでやりたいなと思ってますので、そこでお会いしましょう。伊藤健太郎でした。バイバイ。で、これアーカイブ残しますよ。バイバイ。